富士フィルムさんから、小包がねやってきました。この前ですね、あのキャッシュバックキャンペーンのね、2万円分は、届いたんですけど、こちらはですね、あのデビューキャンペーンの方ですね、そちらの品も届きましたんで、ちょっとね開封していきましょう。まあ、中に入ってるものはねもう分かってるんだけどね、ちょっと確かめに行こうということですね。よいしょ。まずは紙切れが1枚入ってますね。 XT30 デビューキャンペーン特典送付のご案内ということで、こういうものがね入ってます。そして、中身はこんな感じなんですけど、これがですねポーチですかね。よいしょ。なんかやたら質感がいいものに入ってますけれども、これは確かカードとかを、入れるやつだったかな。うん、そうだね、カードとバッテリーを入れる、ポーチが、まずやってきました。そして、その下がですねあのバッテリーですね、こちらがバッテリーでこちらが SD カードをですね、あ、こっちから取り出すのか。よいしょ。富士フィルム X と入ってますけど、こちらがカードですね。そして、こちら側が、純正のね、互換じゃなくて、純正のバッテリーがですねデビューキャンペーンでもらいました。特にねこの2つがですね、まあ、このバッテリー と、カードが手に入るということで、僕はねちょっと応募してみました。まあ、これで、第1弾第2弾の方すべてね、返ってきたんで、とりあえずね手続き完了かなと。あの締め切りのですね、直後ぐらいに、まずはですねお金、まあ、そのものがね、もちろん来るんじゃなくて、引き換え券みたいなのがね、送付されるんですけど、その数日後にですね、こういった、まあ、あの第1弾の方のがね、届きました。他のメーカーとかどうなってんのかね、あの僕はですね初めてこういったキャンペーン使いましたんで、ちょっと慣れずにですね本当に来るのかどうか不安だったところもあるんですけど、まあ、これでね、手続き自体は、完了ということになりました。今日は6月24日で今ね、午後11時頃あたりはね、真っ暗です。今、僕はですね天体写真撮影の方に来ております。本日はもう日付が回ったぐらいからですね、月がね上がってきてしまうので、まあ、撮影時間はね短いんですけれども、まあ、あの今日逃してしまうとね梅雨入りしてしまいそうなので、まあ、ちょっとね、あの無理をしているところもあるんですけれども、あの天体写真撮影の方に来ております。でね、空の方なんですけれども、結構晴れていてですね、透明度も高いですね。で風がね、ちょっとありますので、まあ、湿度も非常に低いです。で今来ているのはね、近所なんですけれども、で天の川がね、見える場所なんですけど、これだったらね、もうちょっといい撮影地にね、行ってもよかったかなと思うくらい、まあ、すごくね、今日は透明度が高いみたいですね。いやなかなかね、こんなに、まあ、晴れる日っていうのもね、本当少ないです。まあ、ということで、今回はですね星景写真をね、撮ろうということで、まあ、あの近所にねやってきてます。まあ、あとはね、時間があれば、まあ、最後の方にね、フィルムでも撮影を行って、まあ、それでね、帰ろうということですね。まあ、それじゃあね、今から、ちょっと準備をして撮っていきたいと思います。まあ、日マスク合成法を使いますんで、今はですね星空部分を、追尾しています。だと20秒ほどでね、終わるんですけど、とりあえずねあの2分露光で、10枚ほど撮っていきます。あの ISO3200 開放のね、F2.8、XT30 に時のあの1116、11mm 側を、使っています。もうそろそろですね。よしでね、今回は
ちょっとね多分画面だと真っ白なんですけれども、ちょっとねやっぱりモニターってね、明るく映りがちなんですよ。ただ実際帰ってね、データ開いてみると、これぐらいでもね、ちょうど良かったりします。じゃあ、次は地上の景色を撮るかな。はい、地上景色を撮るときは設計方向にねこのように回転させて、今ね水平になりましたんで、これで固定撮影をね次にやっていくわけです。よし、こんな感じかな。これでね今から2分ロコでまた地上景色を撮っていきたいと思います。よし、これで地上景色の撮影も終わったから、あとはねちょっと残りはフィルムでね、遊んでみようかなと思います。よし、ちょっとねどれだけ撮れるかわかんないけど、リバーサルをね今からやってみます。フィルムやね、ちゃんとバルブになってるね。よし、じゃあライト落として何も映ってないと思うけども、よし、露出開始。よし、それじゃあ15分ね、録音したんでシャッターを下ろします。フィルムも終わったから巻き上げ巻き上げ、あと何枚、あとこれ36枚撮りだから11枚あるのか。いや無駄には使いたくないんだよね、結構高いフィルムだったからさ。まあもうちょっとね、現像までは時間かかるかもしれないです。さて、それはともかくですね、もう日付も回って空がちょっとね明るくなりつつありますので、今日はそろそろね、撤収にしましょう。今からね、帰りたいと思います。まあということで、梅雨入り宣言が出る前ですね、夜晴れるっていうことだったんで、ちょっとね天体写真撮影の方へ出かけていきました。最初の映像はね、開封の映像はそれとは全く関係ないんですけど、まあ富士フィルムさんのですねデビューキャンペーンとそのキャッシュバックキャンペーンのね手続きが完了いたしましたので、まあそれに関してねちょっと話しておきました。いや撮影だけでもね良かったんですけど、いきなりですねその生首な感じのね動画から入るのもあれかなって思ったんで、ホラー動画にねなってしまうので、ちょっとねそれを避けるために開封をねくっつけました。まあ、それはともかく、その XT30 で、今回はね日マスク合成法で成形写真を撮ってきたんですけど、まあ、その結果がですねこんな感じになりました。でこちらの写真はですね、いわゆる新成形写真と言われるね、ものなんですけど、まあ、合成をね、使っているんですけど、星空の部分についてはですね、こちらですね、赤道儀というものがありまして、これで追尾をしています。まあ、星っていうのは、日周運動で、まあ、地球がね、自転していることによって地球上から見ると動いているように見えますので、まあ、それをね、追っかける装置、まあ、それがねこの赤道儀になってきます。そして、地上部分についてはですね、まあ、固定で撮影していまして、まあ、2分1枚なんですけど、その2つを、合成すると。でまあ、今回ですね、まあ、撮るには撮れたんですけど、その秋の天の川をね、中心に撮ってきたんですけど、少しね失敗しちゃっていまして、構図がねちょっとね自分の思い描いてたやつと、違うんですよね。いやー本当はねどういうつもりで撮ったかと言います と、こう山がねまず映ってますよね。でこっち側が低い山で、こっち側が高い山になってると思うんですけど、でこのくぼみの部分からですね、まあ、対角上にねこう天の川が流れていれば、まあ、綺麗に映るんじゃないかなと、まあ、いい感じで映るんじゃないかなと思って撮ったんですけど、実は当日ね平日だったということもあって、ゼミとかね、まあ、いろいろ長引いてしまってね、撮影時間がちょっとだけ遅れちゃったんですよね。実は今回もね天体写真撮影機としてアップしようと思ったんですけど、もう動画をですね収録してる時間っていうのがね、あんまりありませんでしたので、まあ、ちょっとそっちでね時間割かれるわけにはいかなかったんでね、十分な尺の動画がないということで、まあ、こんな感じでお送りしています。まあ、そういうこともあってちょっと失敗はしてしまったんですけど、この場所ね、春になると、桜が見れたり、あるいはね、菜の花も咲いたりしますんで、どうかな、春だとまだ秋の天の川が
ここまで上がってこないかもしれないけど、桜の時期は厳しいかもしれないですけど、またね、来年の春あたりちょっとね訪れてみたいかなと思ってます。多分菜の花の方はね撮れると思うんですけどね。まあ、ということで今回はね、こんな感じの写真になりました。あ、ちなみになんですけど、同じ領域を、ワンショットを15秒で、撮影してきたんですけど、まあ、そうするとねこんな感じになりました。もう全然違うでしょ。特に星空部分っていうのがね、もうそのシグナルトゥノイズっていうものが、全く違ってきます。一応ですね、こちらのワンショットも強調処理かけてるんですけど、そのせいでですねかなりのノイズが浮いてきてしまってます。まあ、特にねサイドバイサイドで比較するとよくわかるかなと思うんですけれども、もう本当に星空部分のねシグナル数自体も違いますし、そのノイズっていうところもね、かなり違うんじゃないかなと。地上部分に関しては、まあ、そんなにですね拡大しなければ大きな違いっていうのはね、見えないかもしれないですけど、本当にですね長時間録をすると、まあ、それだけね、星っていうのは変わってくるんだよと、まあ、星雲星団っていうものが、よりね、滑らかに映ってくれるんだよということです。まあ、こういったですね、今回使ってます、まあ、赤道儀ですね、まあ、これ非常に小型のものなんですけれども、まあ、それでね、追っかけながら追尾しながら撮影するとね、まあ、こういったね写真が撮れるわけです。もちろん全体写真として考えるとですよ、そのフォトとして考えると天体が映っていればいいというものではありませんよね。あまりにそちらが映りすぎてると逆に不自然に感じてしまうので、まあ、バランスというものは必要かもしれませんけど、ただねやっぱり僕は根が天文家なんですよ。星空の方をね、重視したくなってしまいます。ただまあバランスをね、崩さないような、工夫っていうものはしているつもりで、まあ、それがね、どこに現れているかと言いますと、あえてですねこちらの写真、光害、光害を残しています。まあ、それをね、完全にやっつけようと思えばですね、実はこれ東の空を撮ってますんで、今からどん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 ね、天体が上がってくる、まあ、そういったね方角になります。で赤道儀でね追尾していって、できるだけね天頂付近に、その近いデータだけ使うと。でそこで完全に光害かぶりとかもね補正してしまって、その星空を地上景色とね、合成してしまえば、もっとね、SNS の高い、画像、まあ、星空画像っていうものを得ることはできるんですけど、そうするとありありとね合成感が出てしまうんですよね。まあ、これも難しい話で、合成だからいい合成だから悪いというわけではなくって、まあ、結局は写真ってね受け取り手の印象次第だから、まあ、何とも言えないところはねあるんですけど、まあ、ただね不自然感は出てしまいますね。だから僕はね光害の色が綺麗だとは思いません。でこれがねいいものだとも、全く思わないんですけど、あくまで自分は根が天文家だから、光害っていうのはやっぱりね名前の通り害なんですよ、悪なんですよ。ただこういった特にね新星系写真でそこをやっつけてしまうと不自然に見えるから、自分はね言葉のチョイスとして正しいかどうかはわからないですけど、必要悪だと思ってます。必要な、悪なんですよ。まあ、もちろんねこれは考え方の一つでしかありませんし、まあ、自分が絶対的に正しいとは思ってません、まあ、だからこれ人に押し付けるとかこう思えとかね、いうことはないんですけれども、まあ、自分がねこういった新星系写真撮るときは、光害は悪とは知りつつないと不自然だから、残していくと、まあ、そういう形でこの手法がね提案された時から、まあ、僕はねできるだけどうやったら違和感なく見せることができるか、そこをねちょっと考えているところがあるんですよ。もう4年ぐらいね、前に出てきた手法なんですけど、まあ、そこら辺を考えながら、今後もね撮っていこうかなと思ってます。でその後はですねフィルムカメラで撮影したんですけど、まあ、こちらでね、撮影していったんですけど、こちらの現像結果っていうのはね途中も言ってましたけれども、まだまだね、お見せすることは、できないですね。まあ、僕はね、基本デジタルから入った人間なので、今までリバーサルの天体写真ってやったことないんですよ。まあ、それでね今からどんな感じの結果になるんだろうということで、まあ、ちょっとね、ワクワクしています。まあ、ということで、今日はですね梅雨入り前ということで、まあ、月もね本当に夜半から上がってきましたし、
あの日付が回るとね、もう明るくなってしまったんですけど、まあ、短い時間でね、できること何かないかということで、やってきました。まあ、これからね、1ヶ月、2ヶ月、梅雨の時期でなかなか撮影できないかもしれないですけれども、また梅雨明けしたらですね、もっとね、大型の赤道儀持っていって、いろいろとね、やっていきたいなと思ってます。それではですね、今日はこれぐらいでお話を終わります。ここまでご視聴くださった方、どうもありがとうございました。失礼します。さよなら。